日本埼玉県入間市、大木町や大木町屋は、埼玉県入間市の地名。旧入間郡大木町屋村。現行行政地名は、大木町屋一丁目から、大木町屋五丁目及び大技大木町屋。郵便番号は三五八のゼロゼロ二二。単に町屋とも呼ばれる。国道四百六十三号豊岡交差点。大木町屋屋より、豊岡方面を望む。 入間市の北部に位置し、南部を小屋田、東部を大台、西部は霞川を挟んで高倉、北部を入間市役所のある豊岡町と接する。南東の入間向原団地にあたる部分が飛び地になっている。またゴルフ場、武蔵カントリークラブ、豊岡コース内にも飛び地がある。9 大木町屋宿、大木町屋村についても、大木町屋と呼ばれるため、大木や豊岡町も含めて、大木町屋と呼ばれることもある。霞川東岸の低地にあたり、北に隣接する豊岡地区につながる、商業、住宅地区として利用されている。霞川を挟んだ西側の高倉とは、国道16号の和田橋をはじめ、複数の橋でつながっている。古くは、 金主教、山口寮に属し、鎌倉時代には、旧鎌倉街道の一つさや山路が通っていた。また、室町時代には、大化があり、この時から、あたご神社に、穂結びの命、分けいかずちい命を合祀して、あたご権限と呼ばれるようになった。江戸時代初期の商法年間には、国高70国の小村だったが、大梅から川越に至る街道と八王子から日光へ。 向かう街道の交点にあたり、天馬が整備され、宿場が発達した。江戸時代の大木町や宿は、長さ6丁ほど、道幅8軒余り、個数90軒、3と8のつく日に穀物などを売る死が立ったと言われる。米国省が多く、八王子千人同心の日光業では王冠の際に、利用されていた。また大仙アフリ神社への大仙詣でに使われた、 八王子通り第三道の宿場町でもあった。消防期には旗本、朝日奈元六苦労領とあたご車両の入会地が混在したが、1843年に、天保の改革の一環で、上地令により、朝日奈領は上地となり、上地令を含む天保の改革自体が頓挫した後は、田安徳川家の領地となった。この時代の地名に上、中、下、 大水久保、山大塚、古塚、金堀沢、神明、久保、元塾が挙げられる。また東南方七、八丁離れた場所に、大町屋神田と呼ばれる神殿があり、本村の持ち点であった。元禄六六年に、本村の建地が、鹿山与左衛門、滝屋十右衛門により、宝暦八年に、神殿の建地が、稲半左衛門によって行われた。 明治時代に入ると1889年4月1日の松村制志向に伴い、大木町屋村は、クロス村、高倉村、全蔵神殿の三家村と合併して、豊岡町となった。この時代にも1877年頃創立された、大仙形信仰の城宿となっていた。1901年から1917年までは、 入間川町と大梅町とを結ぶ中竹馬車鉄道が引かれ、本社が大木町屋に置かれた。1956年に、豊岡町、金子村、宮寺村、藤沢村、西部町の一部の合併によって、大和田大木町屋は新設された武蔵町に所属した。1966年に、武蔵町は入間市に移行して、入間市、大木町屋となった。 1982年8月1日に一部の地域が高倉の一部と合わせ仙台に、翌1983年11月16日にも一部の地域が全蔵神殿、東町と合わせ久保稲荷となった。また、1984年4月1日にも一部の地域がクロス、河原町及び1983年4月1日に、 や山市から編入された入間川を合わせ公用台となった。あたご神社あたご神社の神体が五本骨の扇であることからこの名が付けられたと言われる。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。お登牢祭り開催時の町や通りと洋歌から 鉄道は、地内を通っていない。西部池袋線入間市駅が、最寄り駅にあたる。都市再生機構大木町や団地は、入間市、久保井稲荷に存在し、大木町や地区にはない。ありがとうございます。